パワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。明けましておめでとうございます。マスタエリナです。明けましておめでとうございます。アシスタントの岡野裕太です。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、SDGs などライフに関わるゲストを迎え、タムラビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。そして岡野さん、本日は田村さんが体調不良につきお休みということですけれども、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫そうです。大丈夫そうです。じゃあよかったです、はい、ちょっとお休みされてまた戻ってくるということで、はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけで新年1回目の放送ですけれど、お正月はどうやって過ごされましたか、年末年始。いや、もうめちゃくちゃ動きましたよ。どこ行きましたか。ですね、福岡帰りまして、はい、福岡県内を 1,2,3,4,5 箇所ぐらい、はい、飛び回りました。子連れで。あ、いいですね、はい、ここはっていうスポットありますか。いや、そうですね、やっぱ実家の昔の自分の部屋が一番いいですね。結局やっぱりね、はい、実家は落ち着きますよね。私もですね、ちょっと年末はお互いの実家の里帰りを、あ、そうですか、ということで愛知県からの東京ということで、もうレゴランドとディズニーランドと行ってまいりました。うわ、ちょっとそれ僕言わなくてよかったです。霞むんです。よかったです。どこ行ったんですか。いやいや、ランドがないんですよね、近くに。何ランドか、レゴランド行きたいなと思ってたんですけど、でもレゴランド本当に小さな子供がいるお家はすごく楽しくて、レゴショップは行きましたよ。レゴショップね、はい、いいですよね。あの佐賀のトスアウトレットにレゴショップが入ってるんで、そこで1時間ぐらい遊んできました。いいと思います、はい、さあ、そして2024年になりましたけれども、今年どんな1年に。そうですね、前回年末 の放送で、はい、あの言わせてもらったんですけど、まあ、今までこの2023年、この1年間で培ってきた、こまえてきた種をですね、うん、しっかり芽を生やし花を咲かせたいという1年にしたいなと思います。はい、私は運転を、はい、ん2023年に18年ぶりに運転をスタートしまして。18年ぶり、はい、初耳です。そうなんですよ、免許取ってから18年間ペーパードライバーで、18年ぶりに運転再開したんですけど。あ、知ったんですね。2023年は左折ができるようになったのと、はい、あとなんか今って言われたら車線変更できるようになったっていう。すごいじゃないですか。そうなんです、ちょっと成長してるんですけど、2024年はもう一人で。右折はなるべく避けるっていう。あ、じゃあ左行って左行って左行くみたいな感じで、左行って左行って左行って進むなら左に行こうっていう感じです。どうしても右行かなきゃいけない時以外は左折で来たんですけれど、その時呼んでください。そうですね、交通整理しますね。お願いしたいです、はい、本当に。2024年はもう自由自在に運転できるようになりたいということで頑張ります。さあ、というわけで早速今年最初のゲストをお呼びしましょう。年明けにとってもふさわしいおめでたいゲストにお越しいただきました。お笑いコンビ山口福太郎福子さんです。皆さん明けましておめでとうございます。吉本興業山口県住みます芸人の本当の夫婦で福太郎です。仮面夫婦福子です。ラジオでするボケじゃない、ラジオでするボケじゃないの出た。仮面夫婦ですっていう仮面を顔にくっつけながらやるけど、お正月なんでめでたいですから、うん、普段つけないネックレスつけてきました。豪華に今日は。そうなんだよな。このまんまでもテレビでステージに立てそうな格好で今日来ていただきました。本当に今日豪華でもやってきました。意気込みはね、本当にもう番組を盛り上げて、本当にもうありがたいお話で、はい、今年一発目ということで、はい、あの田村さんってことだったんですよね、はい、私高校の時に付き合ってた人が田村だったんですよ。聞きたくないよ旦那。旦那の前でする話じゃないんだよ。住宅のね、うん、会社に就職してたもんだから、あれと思って、あれ私急いで今日調べてきたら、はいはい、違う人でした。ちょっとこちらとしては安心しました。ドキドキして
せ今日ちょっとホームページを開かせていただきました。ちょっとでも新年早々夫婦の間がちょっと変な空気流れてますけれども、今大丈夫ですか？仮面夫婦ですか？ラジオで伝わんないのさあ、というわけでまずはちょっと2人のプロフィールをご紹介させていただきます。山口福太郎福子さんは東京のタレント育成アカデミーで出会い、2006年にお笑いコンビを結成、カップル漫才師として活動した後に結婚しました。そして2016年、所属事務所の吉本興業が手掛ける地域活性プロジェクト住みます芸人に参加。福子さんの出身地でもある山口県周南市を拠点に地元を盛り上げるべく活動中でいらっしゃいます。さあ、というわけで増田絵里奈 LFB レディオライフ応援委員会、この後山口福太郎福子さんにお話を伺います。オールリビング田村ビルズグループの提供でお送りします。パワードバイ田村ビルズ、増田絵里奈 LFB レディオライフ応援委員会、ゲストはお笑いコンビの山口福太郎福子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は早速なんですけれども、はい、ラジオではありますがネタをちょっと披露していただけるということで、はい、やらせていただいていいんですかね。いいですか？嬉しい。お願いします。はい、じゃあいいですかね、実際ちょっと、はい、いいですか、はい、お願いします。さてもやっぱり本番さながらでね、やらせていただきたいので、はい、お願いいたします。じゃあいきます。どうも山口福太郎福子です。よろしくお願いします。まあね、本当の夫婦でね、仲良く漫才やってるんですけどもね、はい、まあ、最近だとね、あの昔からの言い伝えみたいな言わなくなったなと思ってね、あの新物を食べると長生きするよとか、あんまり最近使わなくなっちゃったなー。私も最近ね、なんと同じ経験しました、うん、同じの経験があったの。どんなの？ツバメが低く飛んでたから。ツバメが低く飛んでたら、これ有名なやつですよね。ヤクルトスワローズが最下位になるって言ったんですよ。いやいや、ちょちょちょ、なんてそしたら全然伝わらなくて、うんうん、あー最近最近使わないとかじゃなくて、もう一回いいですか、言ってもらって。ツバメが低く飛ぶと、はい、スワローズが最下位になる。聞いたことねえんだってツバメが低く飛ぶためスワローズが最下位じゃ、スワローズファンたまったもんじゃないだろうが。違うよ、違う。ツバメが低く飛んでたら雨が降るんだよ。なんで？なんでって言われても、それが言い伝えなのよ。おじいちゃんおばあちゃんから受け継がれた言い伝えなのよ。あ、知恵袋的なこと。そうよ、ツバメの習性を見つけた人がそういうのを発見して伝えていくわけよ。そうよ。ちょっと待って、ごめんごめんごめん、どうした？私ね、うん、山口出身ないよ。お聞きの皆さんほとんどそうだよ。お聞きの皆さん。しかもね、うん、周南出身ないよ。だからなんだ、周南だけ独自の文化とかないんだよ。もしかしてあんた言い伝えとか苦手？いや、そんなことないよ。じゃあ今から問題出すからちょっと答えてみて。いいよ、うん、じゃああんた上の句言って。上の句。下の句言って。カルタじゃないんだって。じゃあ行くよ早速。じゃあ行くよ。夜口笛を吹くと何が出る？涙が出る。人によってはね。いや、何かに浸りたいなって時あるかもしれないけど、夜口笛を吹くと蛇が出るんだよ。蛇？そうでしょう。ごめん。何？周南の人間ないよ。だからなんだって。周南に蛇は出んの？ようけ出るぞ。徳山駅に蛇は出んの？周南市の鹿野池鹿野。人間の数より蛇の方が多いけ。そんなおらんけ蛇は。おらんのよ。蛇あれ、ハミじゃけ、かまんけ、毒ないけってみんな言っとる。言わん言わん。ハミやけってみんな言う。言わんけ。じゃあもう次行くよ。いいよ。食べてすぐ横になると、一緒に食べてた彼女が呆れて、もうっていう。最後すごく惜しい。そのもうでしょ。食べてすぐ横になると牛になるのよ。牛？そうよ。ごめんごめんごめん。何よ。シューナの人間ないよ。だからなんだよそれ。おらんのよシューナ。牛、ようけおるけ。おらんよ。カノイケカノ。カノは豚さんがおるだけ。人間の数より牛の方が多いから。おらんのよ。カノイケもさすがにこれは知ってる。いくよ。一富士二鷹三マートカノ店。そんなとこじゃねえよ。そんな縁起のいい場所じゃねえんだで。三マートカノ店は一富士二鷹三ナスビ。ナスビ、ナスビ、ごめんごめんごめん、あのね、シューナンナスビないよ。取れるな。なんなら特産品、シューナン特産品押してるよナス。あ、ごめんごめんごめん、私ね、シューナンの人間じゃけ何にもわからんのよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや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 、めっちゃ面白いし、これ地元に根付いて、ですか、でもこの夫婦ならではのこのあうんの呼吸みたいなのも最高ですね。嬉しい、本当ですか。あの今まで何人かですね、うん、何人もあの我芸人さん出ていただいたんですけど、うん、ここまで立ってここまでしっかりと、うん、この距離で見るのはちょっとあの圧巻でしたね。初めて圧がすごいでしょ。いや、圧がこの人ほんまね、圧すごいんですよ。で今
さんこのラジオ収録だからこの声の音声だと思ってると思うんですけれども、家でもこのペースすごいうるさいんですよ。だけ家でどんだけ何回もうティッシュ詰めてやろうかと思ったら、死んじゃう、うるさいんですよ。音量が間違ってんの、声量ね、声量が間違ってますか、間違えてるんですよ、やめてもこの距離もおい醤油取ってくれみたいな、うるさいんですよ僕。家こんなんですよ、うん、ね、4畳くらいのね、市営住宅のアパートですから、そうです、そんなイライラしてイライラすんなって。家でも本当にこの調子なんですね、この調子ですよ。仲でも仲いいです、すごく、うん、ね、はい、それはどうでしょう仮面をね面毎回出していただいてますけれども伝わらないのラジオ、どうでしょう、あ、面白かったで、ね、はい、本当にありがとうございました。パワードバイタムラビルズ、パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、 LFB レディオ、ライフ応援委員会。まず、ご出身は福子さんが山口県の周南市で、はいはい、福太郎さんは僕は埼玉県の北本市っていうところで、じゃあもう全然縁もゆかりもなかったところなんですか。そうなんです、はい、福子さんの出身地ということで今、はい、移住を、はい、なるほど、いや、お願いしてついてきてって言ったわけじゃないのに、うん、なんか横にのこのこ来たみたいに言うなよ、おい違うよ、東京でね、うん、本当はまあ、天下取りたいじゃないですか、お笑いでブレイクしたいなっていう、もちろんそのモチベーションでやってたんですけど、まあ、子供がありがたいことで2人授かりまして、2人目生まれた時に私はもう夫婦漫才としてお笑い芸人としてはちょっと足洗いたいわというカミングアウトが来たわけですよ。でちょっと待ってくれよと、僕は東京だろうが山口県だろうが、まあ、それは大阪だろうが北海道だろうがどこだろうが夫婦で漫才がしていたいと、で山口に帰るっていうなら山口で漫才頑張りましょうという形で今は、はい、これで6年目7年目とかですかね今、はい、じゃあ福子さんもともとも2人目生まれた時に私は引退するから他の人とコンビになってっていうふうに思ったんですか。それは常々言ってたんですよ、私辞めたいな辞めたいな辞めたいなって言って、で東京に住んでるとすごくなんかイライラしてくるというか、ストレスがすごくたまるるんですよ、自分に合ってないんでしょうね、うん、じゃけ、あ、育ってきた環境とちょっと違いすぎて、でやっぱすごくイライラしてて、うん、いやこんなのもう子供産んでお笑いなんかやってられんわと思って、うん、もうちょっと離婚しようやぐらいのね勢いあったよね。たらこの人も山口ついてくるって言うから、うん、なんでと思ってなんで、おい、いいじゃねえかよ、なんで今もいるの、なんで今もいるの、まさしくこうレイディをお届けさせてもらってるんでしょ。まあ、そうなんだけどさ常にいるから何なんだこの人と思って、いやでも本当に家庭でもずっと一緒で、はい、職場でもずっと一緒でしょ、はい、なんかもう考えるみたいになります。そうなんですよ、そんな関係なんですか、どうですか、僕らは息詰まります、はっきり言ったらきっぱりと、はい、見たことないですよ。私やっぱり主人プロ野球選手で遠征行ったりとかして、うん、なかなかこう会えないんで、うん、もう会えるとすごい貴重な時間で、うん、すごいもういるのがありがたいみたいな感じなんですけども、四六時中一緒のイメージが湧かなくて、どうです、いや今日も実は家の中でネタ合わせしたんですよ、うん、そしたらやっぱ私がちょっと詰まって、でこの人がちょっとイライラしてきて、ああそんなのもまだもうじゃあもう一回やるよみたいな偉そうにしてこいつ一体何なんと思って、お前練習しとけよって言って、いやちょっと待って、ネタっていうのはさ2人でこうさ合わせてやるもんなのに、お前練習しとけよみたいな、自主練やっとけよみたいな、本当に偉そうなんですよマジで本当に、なんなんこいつと思って偉そうに、だってコンビをこう組もうって言ったのはこの人なのに、なんでこんなに偉そうなんと思って、でも私は本当にお笑いをやりたいって思ってなかったんで最初から、うん、この人がまあちょっとした親じゃないですけれども、うん、師匠、ちょっとした師匠なんですよ、お笑いだけどこの人を、あ、面白いんだなと思って、うん、でもこの人を蓋開けたら何にもなかったんですよ面白い、空っぽね、うん、空っぽで面白い宝石いっぱいもう詰まってんのかなと思って開けてみたら空っぽだったんですよ。空っぽだった。でお笑いの学校行ってネタ見せっていう授業があるんですよ。ただこの人って絶対人のネタをこう見て、うん、さっていくことは全くなく笑わない、もうこうやって睨みながら人のネタをこうやって見て、ネタ見、人のネタを見るときって、あ、こうやって怖い顔して見るんだなと思って、私もこうやって見てたんですよ。そしたらネタやってた人が、いやお前らって全然笑顔
を出してくんないねって言われて、いやだってうちの師匠が怖い顔して他の人のネタ見るもんだから、いやそれえー、って言ってたら、いやちょっと最近ちょっと図に乗ってんじゃないみたいな言われたこともあって、この人なんか全然ねお笑いのこと本当に分かってないんだ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、まあ、ずっとこの話題だけで終わっちゃうよこれ。早く止めていただかないと。マスターさんお願いします。マスターさんごめんなさい、なんか私なんか火つけた。そんなにもう四六時中一緒あたりから何かが出ましたね。でも、うん、はいどうぞ。もともとは交際をされていて2人でお笑い芸人になったんですか、それとも養成所で出会ってコンビを組んだ後に恋仲になったんですか。これはですね、もともとお笑い養成所の前にですね、うん、あのタレント養成所に、はいはい、それぞれ全く他人の状態で通い始めまして、うんうんうん、でそこの、なんつったらいいんだろう、サークルみたいなその会なんですけど、はいはい、そのクラスの中でも男子20、女子20、そのクラスの中で圧倒的一番人気がうちの福子さんだったんですよ。へー、もう可愛いですね。めちゃくちゃ可愛い。もうまあその当時二十何年前ですから、さらにもうむちゃくちゃ可愛かったんで、その時にもう男子全員がもうアプローチしてたんですけど、誰も来ませんでした。いや来てたんだ、来てたんよ本当に。いいもう行くぞ行くぞ、告る告ってやるみたいな、みんなで僕がその中でもこうみんなをこう押しのけ押しのけ、なんとかその当時も電話番号をゲットして、マドンナの、もうそうですよ本当に。最初は電話するだけでもう一日がハッピーみたいな、へで徐々に徐々に恋仲になり付き合うようになりっていうことでカップルになったんですよね。でその時にもう僕は他の男性とお笑い芸人コンビを組んでました、はいはい、で彼女は僕らのお笑いコンビを、その劇場とかお笑いライブに見に来て、うんうん、であなたは売れるよと、面白いよっていう感じのずっと彼女で見てたんですけど、うん、3年ぐらいその男性と組んでたんですけど解散しました、うん、でもう泣かず飛ばずでもう芸人諦めようかな、うん、ピンでやろうかな、どうしようかなって言ってたら、一番最初にもう1回だけ一度だけ私あなたと舞台出てみたいと、うん、もう記念受験じゃないですけど、うん、1回だけ出てみたいなって言って出たライブが過去に笑いの取ったことないぐらい受けたんですよ。へー、これもちょっと逆にもう本名福さとこさんなんです。さっちゃんお願いします、さっちゃん一緒にコンビ組んでくれよっつって、うん、がコンビ結成のきっかけです。じゃあそれでもうカップルコンビとして、はい、もうカップルだってことも公表しながら、そうですそうです、へー、そうなんですね。くどかれ、どっちもくどかれてって感じなんですね。プライベートでも仕事でも彼女としても。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。東京ではどんな活動をされていらっしゃったんですか。東京ではですね、まだその結婚する前カップル芸人としてちょっとその番組、うんうん、あのテレビ番組とかにもちょっとこう呼んでいただいて、うんうん、まあ、あの一番最初に出させてもらったのがあの面白そうっていう、芸人の登竜門的な小島よしおさんとかオードリーさんとかがブレイクしてた番組があって、そこに我々もオードリーさんが、まあ、初めてテレビ出る回とか、うん、その時の同じ収録で、うんうん、あの我々も参加させてもらったりとか、はいね、でもテレビが結構いいですね。であとはレッドカーペットとかも出させてもらって、あとエンタの神様とか、はい、出させてもらったりとか。で結構そう聞くとメジャーな番組にたくさん出られてて、このまま東京でいけるんじゃないかみたいな。そう、 どうですか福子さん。この人ってなんかそういうところがあって、うん、その過去の栄光にしがみついて、うん、そんな言い方は、いや別に俺賞状とか持ち出してないじゃん別にさ、トロフィーとかさ、私ねそういうのあんまり好きじゃなくって、私は別にどうでもいいんですけど、うん、この人も今みたいに偉そうにレッドカーペットに8回出て、6回しか出てないのに8回ぐらい出てエンタの神様に出てみたいな、そういういうのがね全然こう合ってないんで、もう本当に 何が良くて結婚したんだと思います。違う今のが増田さんがどんなね活動されてましたっていうから、こういったテレビ番組出ましたよじゃん、自然の流れじゃん、
まあ、でもさ、事務所のネタ見せとかでもいいじゃん、月1回あった地味じゃん、トークが地味じゃん。事務所のネタ見せ謙虚の塊ですね、ちょっとね、それだと事務所のネタ見せが主な仕事ですわ。地味だろそれ。でも大体そういうのだったでしょ。テレビとか華々しいところも立たせてもらいましたよ、うん、でいいじゃないですか。でもなんかそういうのを経験して、でもやっぱりこう地方に行ってこうまた新たな道を歩もうっていうのは、まあね、福子さんは地元だったりとかもして、きっとそれっていうのはそんなに戸惑いはなかったと思うんですけど、福太郎さん的にはこう自分の中で目標みたいなのもあった中でも、それは全然受け入れられたというか。そうですね、山口県に移住し始めた頃はまだその M1 というものが15年芸歴 OK だったんで、僕らはまだ15年以内だったんで、そこで山口県でもそのまあ勝ち上がっていったら大阪東京の方々と勝負していけるって思ってたんで、全然山口だろうがどこだろうがっていう気持ちではありましたね、はい、なるほど。今山口ではどういう仕事をされていらっしゃるんですか、活動としては。山口県ではですね、一応あのテレビ番組、あのローカルのテレビ番組であのレギュラーもやらせてもらってて、それがあの TBS 系列なんです、はい、TYS っていう番組が、あのミックスっていう番組なんですけど、そこでは生中継のリポーターやらせてもらってたり、はい、あとはあのテレビの、CM もあの山口県内だけですけど流れる CM があって、車 の山口トヨペットさんっていうのがあって、それとあとあのあれはドラッグストアの、はい、ウォンツっていう、あ、ウォンツさん、ウォンツさん、さあ、はい、広島の、ね、あれもだから CM もやらせてもらったりとか、めちゃめちゃ売れっ子じゃないですか。メディアのことをね、この人言ったがる。いや、私が聞いたから分かんない。いや、なんだ。なんでや。ネタを作ってるでいいの、そこは。山口県で主な活動、ネタ作り。地味だろ。地味だろ、それは。あと、あの、家の近くの雑草抜いてる。雑草抜いてる。これ雑草抜いてるってのはちゃんと理由がありまして。私は、その、山口県住みます芸人で、山口県の皆様を笑わせるっていう、その芸人をすればいい。だけとは思ってなくて、地域の方にもやっぱり愛されなきゃいけないなと思っておりまして、あの自治会長に立候補しまして、今3年目でございまして、すごいですんで、あの例えば今日とかもそうなんですけど、雨が降ったりすると落ち葉が結構道をぶわっと、あのシニア世代の方々が滑りますよね、焦げちゃったりするんですよ。それも一目散にほうきとちり取り持ってガーって掃除したり、ドブ掃除とかもこう手もう突っ込んでガーッともうどん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 掃除したり。ビジネスさん、はい、2ヶ月に一遍の草取り誰が出てるんですか。いや、それはまあ福子さん。お前会長やろ実際の会長の活動は私がやってます。影の会長、影の会長、何影の会長って大体私が雑草抜いたりしよる。いや、でも僕今日ほら本当に落ち葉拾いましたよ。でも本当に、はあ、何言っても怒られんの。やめ、この辺が普通のお笑いコンビではない、この遠慮のなさというか、うん、はい、そうなんですよ。なんかちょっと今日遠慮かかってますね。かかってますよ、それはもうお正月第一発目ですから爪痕残しに来てますから私も。毎回毎回呼ばれてないんですからね。毎回は無理、毎回は。あとね、うちの旦那、うん、マジで子供が好きで、あ、そうなんですよね、はい、すごいイクメンだっていう。そう、 PTA 会長やってます。そうなんです。小学校の今4年生2年生の2人の子供がいるんですけど、そこで PTA 会長3年目でこれまた立候補しまして、小学校の歴史が50年ある中で PTA 会長立候補したの私だけですから。すっげえ。すごくないですか。できることならね、ちょっと避けたい、避けたいところじゃないですか、ね、ますもんね。僕がもう学校を引っ張る先生と子供のこの笑顔のために超救世主じゃないですか。そうなんですよ、やってますよ。じゃあ本当ビジネスだけじゃなくって、そうやって本当にもう住んでその地元自体にこういろんな意味で貢献してっていう思いで今活動されていらっしゃる、うん、そうです。もう本当子供も大好きで、まだまだお話を伺いたいんですけれども、はい、来週も聞かせてください。お願いします。お願いします。それではここで一曲お聴きいただきたいんですが、山口福太郎福子さん、リクエスト曲をお願いします。はい、じゃあまず僕から、はい、桑田佳祐さんの、白い恋人たち。おお、甘い曲が来ましたね。これはですね、まあ、二十数年前、よく、うん、本当によく聞いてたんですけど、うん、はい、福子さんと付き合い始めの頃に、うん、この人ね、あの1週間に1回ぐらい別れましょうって言うんですよ。僕を好きじゃなかったのかもしれません。僕がもう続婚で大好きで、もうアプローチで付き合うようになれたんですけど、すごい別れましょう別れましょうって言うんですけど、その本当に1回別れるんです。でも3日後4日後ぐらいに、ごめんね、やっぱりやり直したいみたいな、
かわいいみたいなんでまた復活して、でまたその1週間後やっぱりごめんなさいマジで無理ですってめちゃくちゃ泣きながら振られる、うん、でその振られながら家に帰る間に車の中でよく聴いた曲夫婦の思い出の曲ですね。そうなんです。あ、じゃあ別れましょうみたいな曲な、違う違う、でもまた復活するからこの曲聴くと。なるほど、うん、ちょっとじゃあ曲紹介改めてお願いします。はい、では私はですね桑田佳祐さんの白い恋人たちです。さあ最後にお二人からお知らせがありましたらお願いします。はい、TYS の、ミックス生中継生リポーターやらせてもらっておりますので、そちらの方、よろしかったら見てください。平日月曜から金曜日の16時50分からで、まあ、毎回出てるわけじゃないんですけど、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、ぜひご覧になってください。あのミックスではこんなに福子さんは切れてないんですか？え、ちょっと今日切れてました自覚ないんですね。あら、そうですか。ミックスだと穏やかな主婦という穏やか主婦路線で、はい、じゃあ今日珍しい姿を見ることができたんです。だいぶエンジンかかってます、はい、楽しかったです。ありがとうございました。さあそして番組からのお知らせです。岡野さんお願いします。はい、来週1月13日の土曜日、福岡本社でですね、はい、インターンシップしますのでぜひお越しください、うん、詳しくはホームページでご確認いただければと思います福岡本社かっこいいんですよね。そうなんですよね、うん、またやりたいですね、収録もですね。そうですね、私もちょっとまたお邪魔したいなと思うんですけれども、そのかっこいいオフィスもぜひ皆さん見に行っていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。さあというわけでそろそろお別れの時間となりました。山口福太郎福子さんには来週もお付き合いいただきます。この時間の相手は増田恵里奈とアシスタントの岡野がお送りいたしました。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング田村ビルズグループの提供でお送りしました。